こんにちは。本日はですね、持続化給付金のことについてね、ちょっとお話ししてみたいと思います。個人事業主さん、商売やられてる方はね、早くに申請されていると思うんですが、私もこの度ね、ちょっと一時多かったんで時期を遅らしてね、先日申請しまして、給付金の方がね、振り込まれました。あえてね、申告は終わっていたんですが、この時期にずらしたんですね。一時ちょっと混んで、もう時期もかかったみたいなんで、今回は10日しないうちに振り込まれましたんで、だいぶ助かってるんですが、また本来ね、控除額28万ぐらいだったかな、ぐらいで利益が収まってる方は法律的にはね、申告しなくていいことになってるんですね。いつもでしたらね、2月に申告の時期があって3月ぐらいまでねということになるんですが、今コロナ禍でね、税務署もそのあたり柔軟的な対応されてますんで、今言っても申告できますんでね、去年一昨年してないから無理じゃないかと、そういう方もね、思ってる方もいらっしゃるかと思うんですが、十分間に合いますので、白色申告していただいて、申し込んでいただくとね、かなり助かるかと思います。別に審査があるわけじゃないんでね、一応書類の不備さえなければ必ず給付されるもんなんで、どこもね、こういう時代になってきまして、商売個人事業主さんも大変かと思うんですが、利用してみてはいかがでしょうか。個人事業主でも100万っていうのは大きいですからね、法人は200万になりますけど、十分今からできますしね、そんなに難しくないんでね、特別お金がかかるわけでもないんで、ちょっとね、 YouTube なり他の調べるところで調べたら全然自分でできますので、今そういうのでね、ちょっと長けてる人がね、手数料10万ないし20万、多いところでは30万ぐらい取ってね、代行してくれる個人の方もいるみたいなんですけど、でかいですからね、10万、20万、30万いうのはね、めんどくさい方はね、20万取られても残り80万やないかと、それ入んねやったらやってもらおうかと思うと思うんですが、やはり今の時期の10万20万は大きいですから、自分でやられるとね、そんなお金もかからないんで、利用できるところは利用していただいてね、何も違法なことするわけじゃないんで、ちょっと違法なことをしてね、逮捕されてる人もおられますけど、実際ね、商店の場合とかでしたら、現実に商売してるわけですから、うちの場合もね、飲食やってるんで、今回そういう形で申請してね、無事給付金いただくことができました。個人の方は利用していただいた方がお得になるかと思います。それとまだ全然関係ないんですけどね、これは旅行の給付金なんですけど、GoTo トラベルキャンペーン、先だってのね、動画でもちょっと私やりましたけど、あまりいい反応なかったんですけど、今回私それを利用してね、おっさん一人旅、先日の動画でね、やりますっていうことを言ったんですが、おっさん3人旅になることになりました。一応ね、行き先はね、北海道の方に行くんですが、中旬から行きますので、またその動画もアップしていきたいと思います。それがね、今回ビジネスホテルとはいえね、全日空行き帰り、向こうで3泊予定なんですが、なんとね、1万6000ぐらいから行けるんですよ。私その後の連休にね、行こうかなと思ったんですけど、その時はやっぱり飛行機代もね、片道4万7000するんですよ。お母ちゃんと2人でね、行こうと思ったら飛行機代だけで20万かかりますんでね、いやこれはちょっともう厳しいなと思ってね、で今回ちょっと若干ね、一番安い便、帰りの便を変えて、ホテルをちょっとだけね、グレードアップして、結局2万でしたけど、それでも2万ですからね、一番安いのもそんなしょぼいホテルじゃなかったですよ。それで、
便によってもね違うんですけど、まあ最安で3泊して飛行機代も入れてですからね、1万6000円でも破格ねやなと思ってね。だ逆にこれはもぜひ行かないかんと思って、まあとりあえずねスケジュールが合いましたんで、おっさん一人旅じゃなしにおっさん3人旅でねちょっと行ってみたいと思います。まああとねいろいろそういうね補助金関係ね、家賃支援とかもね、あれはちょっとまだまだ実際給付されてるのがね1割ぐらいしかいてないみたいなんですけど、まあそんな手間じゃないんでね、利用できる補助金とかねそういうのは皆さんできるだけね有効活用していただいた方がねいいかと思います。まあ私の仲間はねやはりこの業界はもうほとんどがねまあそのまま仕事はないけど会社に所属しててもね最低の分しかもらえませんし、まあいろいろね自分から調べんと得な情報というのはなかなか向こうから言ってくれませんのでね、そのあたりをあこれやったら該当するかなどうかなとかいうのをね自分で調べながらいろいろありますんでね、まあ生活に直結することですよね。まあ今回の GoTo トラベルはまあ生活に直結することじゃないんですけど、まあもともと私はそういう旅行が好きなんで、まあ旅行業界を盛り上げたいということもあって、そういうのを活用していこうかなと思ってるんですが、今いくらかまでは無利子でね借り入れもできるかと思うんですが、まあできるだけそういうのを利用してね、まあ借りたものはもらえるわけじゃないんでもちろん返さなダメなんですが、とりあえずねしんどい今を乗り切るいうことで考えればね、そういうのを利用しながらねなんとか乗り切っていくというような形でね、まあ損得で言うたらダメなんですけど、まあ損ですよ本当にね。そういう使えるものは使っていかないとね、家賃補助でも出ると出んじゃもう全然違いますからね。まあこれも家をね買ってしまってる方はね対象外で、まあ私もそうなんですが、まあ買ったといってもね、まあもちろんローンで買ってるわけですし、せめてね固定資産税ぐらいをね免除してくれるとかね何かがあればいいんですけど、まあこれだとね勝った方が損やなとかもうそういうふうになってきますもんね。で状況が悪くなってくると、まあ家賃もそうですが家のローンが払えなくなってね家を取られてしまうということもありますんでね、まあそうなってしまうと家なんか買わんかったらよかったかなと思う方もね出てくるかと思うんですが、まあ、家賃の場合はね、まあ他にまたグレードを下げてね安いところに引っ越しとか、まあ、引っ越しするのもお金いりますけど、そういうことができますからね。なんか私もこれ本当にね家買うてよかったんかどうかとね悩むところもありますけど、まあうちの場合はね、まあ商売と両方なんでね、まあまた住居だけじゃないんでね、まあその辺はちょっと考え方を変えながらね、もう急に売ることもできませんしね、まあやっていかなしょうがないかなと思ってる次第です。まあ今日はねその全てのことをお話はできませんでしたけど、いろいろな給付金をねちょっとでも活用していただけたらというような話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。